三田よしこさんは数々の作品に出演しており、長者番付1位を経験している大女優です。そんな三田さんの経歴や次男の事件、そして資産について調べてみました。プロフィール。芸名三田よしこ。本名高橋よしこ。青年月日1941年。 10月8日。出身地、大阪府大阪市。配偶者、高橋康夫。元 NHK エグゼクティブプロデューサー。事務所、プロダクション小木。三田さんの父親は会社員でした。彼女は長女ですが、すぐ下の弟は、幼い頃に患った病気により死亡していて。 その下の弟と二人兄弟です。三田よし子さんは、東京女子美術大学附属中学校、高等学校を卒業しています。芸名の三田という名字は、慶應義塾大学野球部のファンだったため、OB 組織の名称、三田クラブから名付けたということです。彼女は、 中学3年生の頃、児童劇団千鳥に入団しており、中高校生時代から多数のテレビ出演やラジオ出演を果たしており、週刊誌の表紙を飾るまでの人気者でした。高校在学中から映画会社各社からスカウトされるようになっていましたが、断り続けて高校を卒業したといいます。 1960年の春、第二東映へ入社して、同年やられてたまるかで女優デビュー。この映画は当時東映が売り出すことを決めていた畑真嗣さんとの共演の予定だったのですが、畑さんが乗るロケバスが事故に遭ってしまい、事故死してしまいました。三田さんは事故の時、 彼がバスの窓から飛んでしまった瞬間を目撃してしまい、ショックを受けます。ところが、事故から15日後に、会社は新しい相手役として、梅宮達夫さんを抜擢したのでした。三田さんは大人社会の非常さに驚愕してしまい、気持ちの整理もつかなかったことを、東京新聞で語られています。 当時の彼女は佐久間よし子さんと肩を並べる看板女優となっていて、1年に14本もの映画に出演し、撮影が早朝から翌日の明け方までかかるという激務で、自宅に帰宅することもままならなかったと言います。次第に東映は荒々しい男性路線に傾斜していき、女優は 大人の女としての色気を求められるようになっていきました。東方や松竹と比較すると女性が出演する映画は数少なかったのですが、1964年公開のクルワ育ちでは主演を見事に演じ切りました。三田よしさんは1967年に東映を退社してフリーとなり、 テレビや舞台などの活動を精力的にこなしていく中、彼女の代表作となった1984年の W の悲劇に出演します。この作品は物語の舞台となった劇団の看板女優、羽鳥翔役で、女優が女優を演じるという難しい役柄でしたが、見事に演じており、 各映画賞を受賞していきました。彼女の演技力を評価していた橋田須賀子さん脚本の作品である大河ドラマ《命では平均29.3%という高視聴率を獲得したことにより国民的女優という地位へと上り詰めました。1989年と1990年の2年間 NHK 紅白歌合戦で赤組司会を務め、高額納税者番付では1991年から4年間首位となっています。三田吉子さんは CM でも大活躍しており、1986年から1990年までは、松下電機の冷蔵庫や掃除機など多数の商品 CM に携わっていて、 1987年に出演している CM にて、第27回 ACCCM フェスティバルテレビ CM 部門 ACC 賞を受賞。順調に仕事をこなしていた三田さんでしたが、1996年、子宮体がんを患ってしまい、5度の手術と抗がん剤による治療を行いました。以後、三田さんは、 女優復帰を果たし、数々の作品に出演して、順調に活動をしていましたが、次男、ゆうさんが、1998年に、覚醒剤所持の現行犯で逮捕され、さらに、2000年、2007年、2018年、2022年に、薬物関係で、実に5回もの逮捕歴があります。 そして、ゆうやさんは、二番目の妻で、元、乃木坂46だった、王さんの父親を脅したことで、脅迫罪としても逮捕されていますので、計6回逮捕されたことになります。最初の逮捕時には、三田さんの発言が大きくバッシングを浴びてしまい、すべての CM を降板して、女優活動は、 10ヶ月もの間自粛するという事態に追い込まれました。バッシングされた三田さんの発言というのは、当時10億円とも言われた都内の豪邸の離れにあった地下室で、17歳だった優也さんが覚醒剤を所持していたことによる逮捕でしたが、母が女優ということで未成年である息子の事件が報道されてかわいそうと語りました。 この発言により世間から大バッシングを受けてしまい、高校生の息子に対して50万円の大金をお小遣いとして渡していることも明るみとなりました。女優業が忙しかった三田さんが多額の小遣いを渡していたのは、子供に構ってあげられないという追い目によるものと考えられますが、 限度を超えた過保護というイメージになってしまいますね。4回目の逮捕時には1日に15万円の小遣いを渡していて、家族カードでは月に数百万円も使っていたという報道も見られました。ゆうやさんは表向きは数社の経営をしていると話していたようですが、実際には無収入で会社経営も 母親の手助けによるものだったということです。ゆうやさんは沖縄のリハビリ施設において、覚醒剤を断ち切る努力をしているように見えていたと言いますが、繰り返される逮捕劇によって、三田さんの活動にも影響が出てしまうのは言うまでもありません。2000年の逮捕時には1年間の活動自粛をしていますが、 2007年の逮捕時には、出演中だった舞台は降板していません。3回目の逮捕からは、三田さんが仕事を自粛するということはなくなりました。ここからは、三田よしこさんの資産について調べてみました。三田さんは、以前から CM の女王と呼ばれていましたので、莫大な資産を築いていると言われています。 資産といえば、まず思い浮かんでくるのが、次男の優也さんが逮捕された時に報道された世田谷の豪邸ですね。この豪邸は1987年に建設され、価格が10億円と言われており、この豪邸に関する噂がありました。それはこの自宅が問題物件だというのです。 どんなことなのかと調べていくと、三田さんはこの自宅が古くなったということもあって、売りに出していたことがきっかけで噂となったようです。三田さんはこの自宅を6億円で売りたいと希望していたようですが、実際に不動産会社が提示した金額は3億5千万円程度。三田さんは一度はその金額で同意したようですが、 後になってからもっと高値で買いたいという人がいると言って何度も値段を釣り上げようとしたことから問題物件扱いとなりました。結果的にはこの物件は不動産会社が購入して転売され建物は取り壊しされ土地は分割して販売されたと言います。そしてハウスメーカーがこの土地を購入して 建売り物件として販売されたということでした。自宅を売却した三田さんは、現在都内のマンションに暮らしていると言われており、値段は4億5千万円。彼女は10年ローンを組んで購入し、現在は関西しているようです。三田さんの総資産は47億円とされていますが、次男の事件以来、 仕事量も減ったため、減少傾向だと言われていますので、資産も激減していると考えられます。次男の事件により、今後も振り回されてしまうのか気になるところですが、今後の三田さんの活躍にも注目していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。